エジプト航空321便ハイジャック事件とは、エジプトで発生したハイジャック事件である。1976年8月23日午前7時15分、カイロを離陸したエジプト航空の国内1321便として運航されたボーイング737は、アブデルナセルグループを名乗る、パレスチナ人2人とエジプト人1人に乗っ取られた。 犯人はリビアのベンガ地域を要求したが燃料が足りないと拒否されカイロの南約500キロのルクソール国際空港に着陸したハイジャック機は空港内に9時間も止まり機内の温度は40度にも達したエジプト政府は強行策による解決を模索し機体外部に油漏れが見つかったと犯人に伝え修理のため整備医師を派遣したいと申し出たところ 犯人は了承した。午後5時40分頃白いつなぎの服を着て整備員に扮した特殊部隊の隊員3人が派遣された。3人の犯人は1人が操縦室、1人が全部座席、1人が後部座席にいた。隊員は1人ずつ犯人に近寄り、故障箇所を探すふりをした。1人の隊員が全部の犯人に飛びかかり、レンチで顔を殴った。 もう一人は操縦室のドアをこじ開け、犯人の背中をドライバーで刺した。後部座席にいた隊員は犯人の喉をレンチで殴った。これを機に、外で待機していた部隊が一斉に機内に突入し、壁と床に計11発発砲した。犯人は投降し、人質の乗客乗員は全員無事だった。なお、この事件の約一年半後に発生した。 エジプト軍によるラルナカ国際空港襲撃事件と約9年3ヶ月後に発生したエジプト航空648便ハイジャック事件では強行策が裏目に出てしまい多大な犠牲を出す結果に終わっている。ありがとうございます。